ス今シーズン第12号のホームランでございまして、レイカーズピッチャーの交代を知らせいたします。昨日に続いての神宮でのお立ち台、宮崎敏郎選手です。昨日は2ホーマー、今日は猛打賞、神宮本当に相性いいですね。いや、たまたまだと思います。神宮で打つ秘訣は何でしょうか？思い切り、はい、自分のスイングをすることです。はい、いざ勝ち越しの場面、オースティン選手が倒れての場面でした。壁が高い。あの打席はどのような気持ちで打席に入ったんですか？自分も後ろにつなぐ、強い気持ちを持って、ストライクをどんどん積極的にいこうという思いで打席に立ちました。昨日首位ヤクルトが連勝を止めて、今日もヤクルトに勝利をしました。明日からは3位巨人との戦いですが、ベイスターズはどんな試合を見せてくれますか？いや、もう勝つしかないので、明日も勝てるように頑張りたいと思います。今日のヒーローは猛打賞貴重な2点タイムリーヒットを放ちました宮崎敏郎選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。